私の知識があってもウルドールの力は圧倒的だった。折よく来てくれていなければ、私はただの操り人形になっていた。傷ついたのはプライドだけだ。だがもっと緊急の問題がある。ウルドールが私の考えを感じられるように、私は彼の思考を感じられる。彼は次の夜明けまでにアンデッドの大軍でケナーシズ・ルーストを制圧し、霊族させようとしている。ウルドールは体から魂を切り離す技を習得した強力なマオマーの魔術師だった。死んでいたとしてもな、心を持たない姿を一度に何百も切ることができる。幸い私は奴の弱点を知っている。嘆きの石から無限に出てくる水によってウルドールの魂は体に縛り付けられていた。イールシルが聖堂から嘆きの石を移動させウルドールは解き放たれた。またイールシルのずさんなやり方で私は死にかけたのだ。こうした石は嘆きの石の力を集中させる。ウルドールは自分の墓から私に取り除かせた。ガスウェンにイーグルズ浜から嘆きの石を元に戻させるよう提案する。その間に我々はウルドールの牢獄を修復しよう。何、簡単なことだ。この古いカジート聖堂で最も重要なものだ。ウルドールの恐怖の支配の後、シエルフがカジートに与えた。彼の牢獄の鍵となったものだ。いや、我々が墓に入らなければならないのはそのためだ。彼が私の目を通してお前を見た後、キルと破滅すると確信したようだ。それで彼はお前を恐れた。いや、我々は一緒に墓に入らなくてはならない。彼はお前を斬ることはできないが、魔法でお前を簡単に消せる。注意を分散させることしか勝つ望みはない。先生の考えは分かっています。命を投げ出させはしない。ルレリオンの作戦は自分にウルドールを支配させることよ。二人ともあの墓に永遠に封じ込められる。だけどその必要はない。私を封じ込めて。ルレリオンはドミニオンにとってかけがえのない人よ。それに召喚の儀式が先生をどれだけ衰弱させるかは見たわよね。お願い、一緒にルレリオンを説得して。先生を助けるためなら喜んで墓に封印される。ウルドールはこの島のみんなにとって脅威なの。急いだ方がいい。ウルドールはそう長く閉じ込められない。どうかしてる。私は何度も夏を経験した。私の最大の成果はガスウェンを育てたことだ。彼女は私を超える才覚を持っている。いや、彼女は嘆きの石を元に戻さなければならない。お前と私がウルドールに立ち向かうべきだ。あなたには説得されない。あの墓の中に自分を封じ込めるわ。急いだ方がいい。ウルドールはそう長く閉じ込められない。あなたには説得されない。あの墓の中に自分を封じ込めるわ。そして彼は私を頑固者と呼ぶのよね。分かったわ。それはダメよ先生。私がいなくてもドミニオンは繁栄する。あれには力があるのだ。それでは嘆きの石を元に戻すわ。さようならルレリオン。
私は。分かっている、ガスエン、知っていた。少し時間をくれ、すぐに追いつく。毒に侵された服など着るものか。二人の力を合わせ何ができるか考え直した。ウルドールよ、私の身を捧げたい。やっぱり力が欲しくなったか。いいぞ。愚か者め、お前の友人を灰にしてやる。台座に近づくな。馬鹿にされるのは許せない。クズが、永遠に墓に閉じ込められはしないぞ。早く行くんだ。ウルドールの弱点が消えていくのを感じる。急いでガスウェンに作戦の成功を知らせろ。だが私の死は嘆かないでくれ、友よ。役に立てる運命に恵まれた、そう言える者は少ない。ウルドールが私を維持するだろう。生きた姿は埃にまみれた古いスケルトンよりマシだろうからな。できれば瞑想する時間があるといいが、あまり気にしていない。ありがとう。お前はドミニオンの全ての人間が目指すべき姿だ。急いで中庭に戻ろう。ガスウェンに成功を知らせねばならない。ルレリオンはあの怪物と一緒に封印された。ごめんなさい。ウルドールが自由に歩き回ることは許されなかった。何かをしなければならなかった。そしてあなたには私が見えなかったものを見る力があった。嘆きの石は常に守られていると保証するわ。ドミニオンがウルドールによる危険が何を起こすかを理解できるよう一部始終を報告しないと。過去を振り返ってもいいことはないわ。ルレリオンは生きている。希望はある。彼は偉大で良き人よ。どれだけ時間がかかろうと構わない。怪物から自由にする方法を見つけ出す。ルレリオンはあの怪物と一緒に封印された。
過去を振り返ってもいいことはないわ。ルレリオンは生きている。希望はある。彼は偉大で良き人よ。どれだけ時間がかかろうと構わない。怪物から自由にする方法を見つけ出す。許してね。あなたは見ず知らずの者をよく助けてくれた。このことは忘れない。もし望むなら聖堂の中庭へポータルを開く。これでいい。急いで。そんなに長く開いているわけじゃないのよ。お前を見ることはできないはずだ。どうやら嘆きの石が聖堂の中庭に霊魂を呼び出したらしい。私の声は聞こえるか。何と言っていいのか、あるいは理解されるかもわからないが、お前はウルドールの手で死んだんだ。この周りにいるみんなと違って見えることに気づいているか。厳しい現実だが、それを聞いてより良い場所に行けることを願っている。許してもらえるなら、お前が前に進めるようアーケイに祈るよ。アーケイよ、どうか私の祈りを聞き届けたまえ。風が舞い、花の種を持ち上げるように、この迷える魂を導きたまえ。苦痛や恐怖の場から充実と平安をもたらす知恵と。何が起きている？なぜ全てが消えているんだ？祝杯をあげる日はそう遠くないだろう。お前を見ることはできないはずだ。何と言っていいのか、あるいは理解されるかもわからないが、理解しがたいのはわかる。ただお前はこの聖堂の壁の中の霊魂として閉じ込められたんだ。周りを見ろ。周囲のほとんどから浮いているのがわからないか。お前が先へ進めるようアーケイに祈ることはできる。お前さえよければだが。理解できないのはわかる。死んだ者は自分が死んだことを決して理解しない。アーケイと共に歩け、レイコンよ。勇気の間で祝杯をあげる日はそう遠くないだろう。シシスの呼び声が聞こえるか。嘆き悲しむ霊魂にかき消されていたが、今は永遠の眠りについた。それでは生きているんだな。私の目はベールに包まれている。そろそろ行かなくては。私の胸を見なかった？あの未熟な魔術師にこの三つの山に体を変えられたのよ。戦士よ、ウィンドヘルムの奇襲部隊の一部だった。我々はこの島を昔攻撃した。ねえ、アルゴニアの体から私の頭蓋骨を取り出したのはいつだっけ？それがどこに落ちたか覚えてる？知らない？いいわ、探し続けるから。ルレリオンがなぜあの獣の墓に自分を封じ込めたのかわからない。だがこれで私の研究を台無しにできないわけだな。いやー、私たちをウルドールから助けてくれたな。兄弟同士で戦いたくなかったんだが、あの魔術師に体を操られていたんだ。まあ体の残骸だけどな。さあ一緒に噴水で踊ろう。再び水が流れてる。魂がウルドールの呪縛から解放された。
イルリングのことは気にしないで。あなたのおかげでまた一緒になれた。最愛の人と過ごす時をずっと待っていたんだ。邪魔をしないでくれるか。お前を見ることはできないはずだ。どうやら嘆きの石が、何と言っていいのか、この周りにいるみんなと違って理解できないのはわかる。死んだ戦ってきてソブンガルデに値するものだとわかった。勇気の間で祝杯をあげる日はそう遠くないだろう。私の胸を見なかった？シシスの呼び声が聞こえるか。嘆き悲しむ霊魂。お前たちと戦ってきてソブンガルデに値するものだと分かった。待て、話がある。遅き詰めよ、目的を持って動け。俊足の者だけが生き残れる。最近の行動を鑑みるに、ケナーシズ・ルーストの状況に関心があるようだ。同様にケナーシズ・ルーストもお前に関心がある。ラズムダーは打ち砕かれた浅瀬でお前の好奇心を満たせと言っている。いろいろ体験をし、ミストラルに行け。次の指示があるだろう。時間の無駄にはならないと保証しよう。遅き爪。遅き爪よ、目的を持って動け。俊足の者だけが生き残れる。